これより第2クォーターに入ります。攻守方向を変わりまして、久留米大学メインスタンドから向かって右から左に攻める形に変わります。久留米大学相手陣38ヤードからファーストダウン、セカンドダウン、ファイ。ナイスラー、ファースター。クォーターバック4番プレイアクションから右にブーツレック、ブロッカーがない状態でパスを投げるかと見せましたが、そこからランプレーに変えまして、見事これが功を奏し攻撃権更新です。久留米大学ファースター、見事な判断で攻撃権更新果たしたのはクォーターバック4番の戸張、興南高校出身の4回生。さあ、久留米大学相手陣21ヤードに迫りましたのファーストダウン。テクォーターバック4番かなりプレイアクションからパスを投じようとしましたが、ここはプレッシャーありましてスクランブル、緊急発進のランプに変えました。結果的にこれによりまして約8ヤードのゲインに変えております。クォーターバック4番トマリ、ここは2プレー続けて素晴らしい判断を見せました。久留米大学セカンドダウン3、ここで反則が発生しました。イエローフラッグが投入されています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体となりまして、セカンドダウンやり直しとなります。久留米大学セカンドダウン8、ここで再びペナルティが発生しています。再びオフェンスの反則です。フォルススタート、再びオフェンス選手動いてしまいました。5ヤード抜体となりまして、セカンドダウンやり直しになります。結果的にトータル10ヤード抜体を受けた形になっております。久留米大学セカンドダウン13の状況に変わります。さあ、ここでオプションプレーを展開図りました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自らがキープとしました。しかしこれを琉球72には見事に対応しまして、このランプレーによるゲインを2ヤードから3ヤードに留めております。素晴らしい対応しましたのは琉球大学72番の石田、寝屋川高校出身の2回生です。久留米大学サーダン12、パス不成功。ここでしかしイエローフラッグが発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。しかしこの反則を琉球は取りません。ダウンを進行させる形でフォースダウンに変えます。結果的に久留米大学はフォースダウンに変わりましたが、ここでフォーメーションを変え
どうやらフィールドゴールを狙うようです。キックレングス33ヤードのフィールドゴール、さあ決まりますでしょうか。キック成功、3点獲得です。見事久留米大87番の東、このフィールドゴールを決めまして3点追加となりました。久留米大学10点、琉球大学0点、久留米大リードを広げる形に成功しました。さあ着々と得点を重ねております。久留米大学のキックオフで試合再開となります。さあ琉球リターンに入る。ここで琉球リバースプレーを展開しました。一旦75番がキャッチしましたが、すれ違いざまに23番がキャッチ、それを受け渡し受け終え、逆方向にカウンターを切る形で右オープン展開。これが構想し自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。見事なリターンを見せましたが23番の金子でした。佐世保西高校出身2回生です。さあこれにより琉球は自陣41ヤードからの攻撃に入ります。琉球大学ファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。ランニングバック75番ハンドオフを受けまして左オフタクロ付き約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。キャリア75番は義母、タタン高校出身の3回生。琉球セカンドダウン7。ここは久留米大学ナイスディフェンス。今度はランニング8番にボールを託し左オープンを展開図りましたが、これを久留米大学22番、見事なタックルでノーゲインに変えています。素晴らしいタックルしましたのは久留米大学22番の森田、北畜高校出身の4回生です。琉球サーダウン7。不成功。ここでクォーターバック15番下がりまして左に展開したレシーバーにパスを投じましたが、このパスしかし決まらずパス不成功となっています。琉球大学フォースダウンに変わります。琉球大学フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。ここでホイッスルが鳴っています。このパントの際にスナッパーのボールが乱れました。パンターはなんとかこれを拾い上げ、なんとランプレーに変えようとしましたが、この時に膝をついてしまいまして、ここでプレー終了です。従いましてむしろ陣地下げる形で攻撃上等となりました。久留米大学相手陣35ヤードからの攻撃に入ります。
久留米大学ファーストダウン10。ここで左オープンへのランプレーを選択しました。ダニガック7番スピードに乗って左オープン疾走しようとしましたが、これは琉球大学58番見事に対応しまして、このランプレーノーゲインに変えています。琉球大学58番は知念、首里高校出身3回生。成功。このセカンドダウンで久留米大学はパスを選択しました。左に転化した6番にパスを通しまして、約4ヤードのゲインに変えています。ワイドレシーバー6番はワイドレシーバー6番は樋口でした。1回生です。久留米大学サーダウン6。今度は左に展開しておりましたワイドレシーバー8番にパスを通しましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。アッキー大丈夫。先ほどディフェンス琉球側にパーソナルファール、プレーが終了したとのラフ行為の反則があるという判定になりました。切り替えるよ。パーソナルファールは非常に重大な反則として扱われます。ペナルティは15ヤードの罰体、従いましてオフェンスは自動的にファーストダウンという形になりました。久留米大学相手陣14ヤードに入りましてのファーストダウン点と変わります。ここで一気にタッチダウンを狙うパスをクォーターバック4本投じました。ターゲットは8番、キャッチしたかに見えましたが、しかしわずかに外へ出ており、パス不成功となっています。パス不成功の判定でセカンドダウンに変わります。しかし久留米大学チャンスにあります。ボールオン相手陣14ヤードからセカンドダウン10。ここでクォーターバックのポジションに8番の選手が入っておりました。そこから左オープンランを展開しようとしましたが、ディフェンス大志と見て右へカットバック、ガラ空きになりました。右オープンを駆け上がり、そこからディフェンスをかわしてそのままエンドゾーンに入り込んでタッチャー。久留米大学6点獲得となっています。見事な走りでタッチャーを重ねましたのは久留米大学8番の元田、久留米地方商業高校出身の参加生です。
そしてこのトライホームとキック決まりまして1点追加、久留米大学17点、琉球大学0点となりました。さあ着々と得点を重ねております久留米大学、琉球なんとかこの状況を打開図る攻撃シリーズを期待したいところです。試合は久留米大学のキックオフで再開する形になります。さあ琉球リターンに入る、リターンが75番、ボールをジャックルしましたがそれを抑えまして中央へ切り込み、自陣40ヤード付近の攻撃位置を得ております。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。大石さんはメッセージありがとうございます、どうやらこちら、大石さんも九州に入られたようですね、春日に私もおりますのでもしお越しいただけましたらお声かけお願いいたします。試合再開となります。琉球大学自陣39ヤードからの攻撃に入ります。琉球大学ファーストダウン10、ナイスファーストダウン。ここでランニング枠23番ハンドオフを託されました左奥タックルを突破、そのまま左オープン独走しまして一気に攻撃権更新です。琉球大学ファースター、これにより琉球大学は相手陣42ヤードの位置に入っております。さあこのチャンス生かせるでしょうか。琉球大学ファースターアンテン、ここでクォーターロック下がりまして右に展開したワイルドシーは12番にパス、これを12番見事にキャッチし攻撃権更新です。琉球ファースター、素晴らしいパス投じたのはクォーターバック15番のテルヤ、小座高校出身4回生、取りましたのは12番の奥、札幌旭ヶ丘高校出身の2回生です。相手陣23ヤードからのファーストダウン10、ここでイエローフラッグが投入されました。さらにパス重ねると一気にエンドゾーン狙うかのようなパスでしたがこの時に反則が発生しています。さあどちらの反則でしょうか。まもなく審判団からコールされます。ノーフラッグです。先ほどの反則はなかったという判定になりました。したがってパス不成功の判定です。
しかし非常に面白いプレーでした。一気にタッチダウンを狙うような素晴らしいパス攻撃に変わっております。さあこのまま勢いに乗るでしょうか琉球大学。ボールオンは変わらず相手陣23ヤードからのセカンドダウン10。ここは久留米大ナイスディフェンス。今度はランプレーを投入しようとしましたがこの75番にハンドオフしたその一瞬の隙を突きまして久留米大67番素晴らしいシューストリングタックルで2ヤードロスに変えています。見事なタックルを決めましたのは久留米大学67番の日高、宮崎南高校出身2回生。さあ琉球大学サーダン12の状況突破なるでしょうか。インターセプトターンオーバー。ここで琉球一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。しかしこのパスを取りましたのは久留米大学8番インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事なインターセプトを決めましたのは久留米大学8番の本田でした。久留米商業高校出身の3回生です。しかしそのインターセプトした位置が自陣エンドゾーン1ヤードという厳しい強調状況からの攻撃という形になります。さあこの意味ではまだ琉球にもチャンスがあります。ここでホイッスルが鳴っています。ここで琉球大学が前半2回目のタイムアウトを取りました。琉球惜しくもこの攻撃権は奪われる形になりましたがしかし相手陣1ヤードの位置にボールがあるという非常に有利な状況でディフェンスを始められることからここで一旦ディフェンスはその作戦を繰り直す形でタイムアウトを取った模様です。さあ攻撃はダッシュしましたが久留米大学非常に厳しい状況からの攻撃開始となります。ボールオン1ヤードからファーストダウン10。さあここで中央へのランプレーを敢行しようとしましたがスナップ乱れました。なんとかゲインはしているようですがしかし非常に厳しい状況変わりません。セカンドダウンに変わります。久留米大学自陣1ヤードからセカンドダウン10。ここでハンドオフプレーからクォーターバック左オープンへのランプレー。相手の裏を突くように展開しまして約5ヤードのゲインに変えています。クォーターバック4番は泊まり江南高校出身4回生です。さあしかしまだ厳しい状況久留米大学自陣6ヤードからサーダウン5。
ましたファースター。ここでランプレーによって突破を図りました。ラニバック7番ハンドオフから左オフタックルを突破しました。攻撃権更新です。久留米大学ファースター。7番の森谷が見事なランでこの状況を突破しました。筑紫高校出身の3回生です。久留米大学自陣20ヤードまで戻しました。この位置からのファーストアウトです。ここでホイッスルです。ここで久留米大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。失礼しました。タイムアウトのカウントを誤っておりました。久留米大学が2回目のタイムアウトです。琉球は1回しか使っておりませんでした。訂正させていただきます。試合再開です。久留米大学自陣20ヤードからファーストダウン10。このパスは成功でしたが、しかしゲインはほとんどありません。スクリーンパス、ディフェンスとすれ違いざまに手前にいたランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るというプレーでしたが、ランニングバックこれをキャッチする際に膝をつきまして、ここでプレー終了となっています。久留米大学セカンドダウン10。さあそしてランプレーに切り替えます。ランニングバック7番左オープンをつかせまして3ヤードのゲインに変えています。久留米大学サードダウン7。これは琉球ナイスです。久留米大学オプションプレーでランニングバックにピッチして右オープン展開を図りました。しかしこれを琉球4番が見事なパシュートでノーゲインに変えております。フォースダウンに変わります。琉球ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。ここで琉球先ほどの4番の羽田の素晴らしいタックルによりましてフォースダウンに追い込んだことで攻撃権エントするためにここでタイムアウトを使いました。さあ試合再開となります。前半残り時間17秒。久留米大学フォースダウン7パントフォーメーションを選択しています。琉球はこの残り時間17秒で何かを仕掛ける考えかもしれません。このパント転がりよく琉球陣30ヤード付近まで進みまして、この位置で攻守交代となります。前半残り時間は2秒となりました。
さあ残り2秒ですが琉球の攻撃となります。成功です。ここで琉球はここで一発タッチダウンを狙わんとするロングパスを投じましたが、しかしこのパスオーバースロー不成功となりました。ここで前半終了となりました。前半戦を終えまして、久留米大学ミンファイターズ17点、琉球大学スティングレーズ0点、久留米大学が2タッチダウン1フィールドゴールリードする形で前半戦終了です。